おはようございます。おはようございます。だいぶ肩は温めといた。いや、肩は温めてないわ。だいぶエイペックス自体を温めといた。さっきデスマ一戦やったから、バロラントのエムも一回だけ温めといた。一昨日ぐらいのセリエの配信を見てて、うますぎてエイペックスおもろそうとはなった。そう、うまと思って、なんか やれるんちゃうかなみたいな。うちのリピーターの腰打ちもいけるんちゃうかなみたいな。いや、そうよ、そう、うちはうちやで。まあまあ、シルバータイム難しいらしい。無理ー。え、だってもうマスターの人とマッチしてんだけど。ホットすぎんだろ、このゲーム。マスター機能だらけ。マスター機能だ、二人とも。うちも若干、前シーズンぐらいのマスターっぽく見えはする。似通ってる。なんでダストタワーのにバルキリー使ってるんですか。え、脱出タワーあったらもうもしかしてバルキリーいらないの。いや、でもうちのバルキリーは別に味方のためじゃなくて自分のためのバルキリーだから、自分のキャラクンを補うために使ってる。あ、こうやってなんか行きたいなってなったらこうね、これね、これのためのやつ。なんか近いらしいわ。待って、別から撃たれてる。あ、ふう、まあまあまあ、一戦目はこんなもんじゃない？いつだって。普通に早すぎ。そう、毎回聞くでしょ。毎回言ってるから。だから毎回一戦目は別にこんなもんなんだよ。そんなないから、一戦目から。今日当たるな、みたいな。もう今日バンダルは当たってた。怒ってるんですか？うん、次の試合次第では怒る可能性がある。ああ、安心するわ、なんか、マスターバッジなくて。なるほどね。なるほどね。出た、チャージライフル使おう。ボーンになった。今、スナイパーは結局何が強いの？絶対チャージライフルじゃないでしょ。ダブルチャージライフルなしだ。あ、トリプルチャージライフルいけるわ。もっと味方のあさり早すぎる。味方のあさり早すぎるで思い出したんだけどさ、なんかさ、もういつも自分切り抜き見てるんですけれど、比べられる位置のセウルハみたいな切り抜きが突如としてうちの、まあ、YouTube に現れて、まあ、ふむふむと思って、なんだこれと思ってさ、開いたらなんかミミちゃんが、いや怒られると思ったみたいな、さ、ウルーカさんが、なんか前回のもっとやばいやついたからみたいな、あんま気にならなかったなみたいな。バッテリーかと思った。あれ良くないよね。比べるっていうのは一番良くないからね。ちょっと悪質なネガキャンされた。最低です。誹謗中傷まである。歌えようかな、そろそろ。俺もやったるぞっていう気持ちで。うわぁ、これ、この構成かっこいいな。これで強いのはマジかっこいい。いや、これで強いのマジでかっこいいよね。強さの証明を今からします。え？なんかビリビリしてるよ。うちもビリビリしてるわ。なにこれ？あ、調査ビーコンするわ。あ、うちできねえよ。ふぅー、ついて。めっちゃ無理だ、これ。これ欲しいな、これ。どうしよう、リングマンしてるか、なけなしの。どうせ当たらんし。すごい、遠距離は任せた構成。近距離は任せろ構成になった。このエリアを調査する。あれ、うちこれどっちしゃがんの？死ぬ。あ、間違えた、ちょっと待って、やばい。待って、C だよね、しゃがみは C。コントロールじゃない、C よ。違う、これもいろんな剣が出ちゃった、本当にすいません。すごい、この先に猛者の香り、とんでもない量のデスボックスが。なんかみんなあれなんだ、なんか武器変わってない？今もしかしてヘムロックとかミスった。ほんとすいません。もう見たらわかる。ヘムロックが流行ってれば。でもうちはこの構成か変えないんだよね。遠距離任せました構成。あ、なんかおかわりおかわり来た。あいつロー、やばい。ちょっと待って、本当にしゃがみは C。 よし、しゃがみは C、 確認していこう、ちゃんと。しゃがみは C。 OKOK、 しゃがみは C ね。うまい。あのローブだけを絶対に味方の元に返してはいけない。あいつやばい、当たらん。あー、ナイス。アンチダメの味方も授かりながら。あ、待って、嘘、どこに行ったの？当たらない。危ねえ。フラグラーでよかった。よかった。
拾っといておかわり。まあ、一旦ねチャンピオン取っておいて、あとは適当に。いやそんなこと言ってないですよ。とりあえずチャンピオン取ったからいいやみたいなキャラにされてないうち、こっからでしょ。何これ、ちょっと無理、ちょっと無理。一戦チャンピオン取ったらなんか出る杭打たれそうなんだけど、まだ出てない。まあ、これリピーターにしようかな。今日はヘムロックリピーター流行ってる。嘘だヘムロックリピーターが流行ってる。でもそんな今モザンビークが強いの動画やん。神々の遊びのレベルのやつやん。言ってそうってたやん。ミミちゃんヘムロックリピーター持ってんの。バゲモンでさ、なんか威力違うな。威力が あうまい。シールドを探してる。はい、死ぬ。あ、それいいね。確かにうちらに今必要なのってアサリだと思う。うちが全部取ってく。全部取った。多分みんな先行くの怖いと思うからうちが先行くわ。あ、そんなことないみたい。歯食いしばれ。よし、ちょっと待って、待って、これ持って、これ持った、これ持った、これ持って、ヘムロックを2倍にしてみて、やばい、2倍に違うのついてる、待って待って、やばい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 、あー、もういっか、やばい、弾持ちすぎた、ヘビーの。やばい、ちち、自分が痛い。見た、あれ。うますぎ。このゲームやってる時めちゃくちゃ開くんだけど。めちゃくちゃ開くし、しゃがみはし。しゃがみはし、ネタ何？いや、ネタとかじゃない。サインは B 何？サインは B、しゃがみはし。しゃがみはしスタンプ作って。使いどころ限定的すぎるだろ。お腹すいたなぁ。チャーハン作る。いいね。チャーハンをうまく作れる女の元に嫁ぎたい。チャーハンやり込んでる男多い。簡単だからって作ってる男のチャーハンは多分まだね、甘いよ。チャーハン界の中でも。語るじゃん。いや、語るよ。チャーハンって、まずくなることはないけど、お母さんのチャーハンお団子みたいになる。なんかそのさ、山にいた時にさ、チャーハンって言わずに、なんか焼き飯って言われて出されてたんだけど、これはチャーハンとは違うんですかみたいな話したら、なんかチャーハンはもっとかっこいいみたいな。なんか割れてるね。割れてるけど殺してあげれない。おお、やばすぎそれ。飯焼いたら焼き飯、チャーハンは飯炒めたらチャーハンってこと。素人が最初に作ったのが焼き飯だと思ってた。まあ、なんかチャーハンを日本語にすると焼き飯みたいな感じはするよね。海を渡ってきたのがチャーハンで、海を渡ってないのが焼き飯みたいな。大谷さんが怪我で今年はもう難しそうです。そうなんだ、悲しいお知らせだ。大谷さん、お大事にしてください。大谷さんの凄さを知るためにパワープロとかやってみたいわ。パワープロより強い。サクセスお兄ちゃんやってた。多分お兄ちゃんいるんや。お兄ちゃんいることって意外かな。ちっちゃい時はさ、自分が圧倒的に年下だったから、川遊びとかに行っちゃダメだったの、うちだけ。でもそれをさ、おばさんの意地悪だと思ってた。おばさんはうちのこと嫌いなんだって。おばあちゃんからそれでポタポタ焼きもらって、ポタポタ焼き食べてた。半分ぐらいは意地悪だろ。そんなことないよ。なんてこと言うんだ。ポタポタ焼きのおばあちゃん生まれ変わるんだっけ。あ、そうなの。ポタポタ焼きのおばあちゃんって死ぬんだ。死ぬやん。あ、生まれ変わるってそういうことか。死ぬんだと思った。素で死ぬんだと思った。へぇ、死ぬとかあるんだって。みたいに弾道がカーブするやめて。ちょっとちょっとジャージは来るから弱いんだよね、そういうのに。ドスのうちのエイムがブレたらこれで。奥に飛んでなくてさ、完全にこれもうションベンで動揺してるわ。ションベンエイム出た。ムシキング、ムシキング、そんなことしてたら別の人に撃たれるよって。ほら、怒ってこいよ。よし、おっと、
が見えてる。奥さんだと思って撃ったらパスワイン話した。2人はいるな。割れてる。それやってくれ、頼む。ナイス。もう一人いけるか。もう一人頼める。やばい、それ。ハイに繋がるとこだった。待って、やばいやばいやばい。うちの最後のエペックスが終わってまう。来なくてよかったの。来ちゃった。なんかどうしようどうしよう。終わってまう。ブロンズ1になっちゃった。シルバーつきそうって話してたのにこれぐらいおまけしてくれてもよくない。これぐらい、これ。ということで、お疲れ様でした。また明日。おやすみ。のしー。